バウバウは、インドネシアの南スラウェッシュ州のブトゥン島の中心都市で、ある。バウバウは2001年6月21日に死になった。ムルフ向こうからペルニが運営するフェリーが出ている。15世紀、バウバウは、ブトゥン王国の首都だった。この王国は、歴史記録を残していないが、マジャパヒト王国時代に、ムププラパンカがコジャワ語で記した、聖徳演説のながらくれたがまで、ブトゥンと呼ばれる。 この村は庭園と考え装置があり、この地区を治める王がいたと記している。ブトゥン王国は州長で4人のマスケット重視のミア・パタミアナが開いた。彼らは島に上陸し、ウォリオと呼ばれる村のリンボ地区長に面会した。ブトゥンの最初の王はラキラポントで、ムルフム・カイム・ディーン・カリファ・トゥルカミス王と名乗った。1960年。 38代目で最後のムハンマド・ファリヒ・カイム・ティーン王が王政を終了した。バウバウの北にはブトゥン海峡が、東にはカポントリ地区が、南にはパサルワジョ地区が、西にはカダトゥア地区がある。バウバウの大部分は山と丘で、標高は零から100メートルである。斜面の各8から30度である。バウバウは熱帯気候で、 日中は29摂氏33度、夜間は20摂氏29度である。熱帯雨林、棘の森、砂漠がある。ブトン人、ブギス人、モルッカ人、ジャワ人、スンダ人が中心である。ムルハム港はバウバウとブトン島の交通の要である。ジャカルタと州都、ケンなりには直接船で行ける。バウバウにはベトアンバリ空港があり。 南スラウェッシュ州都のマカシサルのハサヌディン、国際空港までつながっている。ありがとうございます。